おー、パリ。かっけ、エミリー・イン・パリス。行ったことない、パリは。ない。うわかっこいいな、こんなとこでプレーできた。広瀬ことなり鈴木、面白いプレー入ってきた。広瀬選手今すごいのね、町田ゼルビア、J リーグで。そうよ。あ、細谷選手。細谷選手だ。細谷だ。うわもうエースや、パリ世代の。あ、これは素晴らしかった。外して染めの一本。いやー、ナイスゴール、ナイスゴール。うわ、まさかミキがサッカー好きすぎて見入っちゃった。見入っちゃうよ、これは。見入っちゃってる。何これ、 J リーグに潜入してきたということです。丸の内。え、こんなとこにサッカーあるの。でかいビルだ。出た、アホスタッフ。ここでかいビルだ。すごい、めちゃくちゃおしゃれですね。そうか、そうや、あっこからね、映ったんや、場所。ちょ、詳しすぎる、何の話。今、全部で60チームあるんですね。あって、J リーグのね、事務所というか。へぇ、こんな沖縄にまであるの。あるよ、沖縄。そうなんだ。チームが、なんか選べますね。これワクワクするな。今日は優勝のヴィッセル神戸。出た出た。失礼します。かっこいいな。何これ。そう、これは素晴らしい。行きたい行きたい。選んだやつによって変わるんですね。これは素晴らしい。え、どこ選ぶの、あんたたちは。いやー、これダイヤムね。ファンすぎるって。15回ぐらい行くかも。すいません、ここ何が書いてある。これ昨年正島さんやんけ。何俺らもさ、何何趣味サウナ、趣味サウナやったやつ。有名な人の正島さん。俺らも広報さんでね。広報さんで、そう、 J リーグさんとお仕事するときはもう正島さん。ここす、あ、へえ、外の空気感で一気に変わっちゃいますね。そうですね。何人ぐらいいらっしゃるんですか、 J リーグっていうのは。約200名。200。はい。意外となんかちょっと年齢層高めなんですかね。若い人が少ない感じも。新卒採用を基本行ってなくて、採用になるので、はい、っていうのも関係してるかもです。へえ。広島さんはもともと何を。私は新卒の時は家具作ってました。家具。そうなん、知らんかった。ヘラヘラしてた。家具作ってました。家具ね、ネイルだけ真っ白で、はい、鎌倉で。鎌倉で家具何やってたんですか。もともと法律事務所で弁護士をしてました。弁護士やつだ。はい、弁護士が J リーグです。そうです。これカーテンが、すごい転職だ。あみあみ、なんでカーテンあみあみなんですか。ゴールを意識したのは坂ゴール。あんまカーテンとしての意味あんまりない。いい目の付けどころ。ちょっとゴールネットっぽいですよね。シングさんはもともと何の。すごい名前だな。昔ちょっとだけ選手やってた時期もあったんですけど、まあ、その後コーチを挟み、昴生さん、はい、亜生さん、亜生さんやで、亜生さん、シゲのコーチ、亜生さん、亜生さん。彼が小学生か中学生ぐらいの時に私がいたらしくて。亜生さん教えてらっしゃったってことなんですか。ね、多分そんなことを言われたんですけど、あんまり覚えてなかったという。悲しいよね、はい、記憶に残ってくれるプレイヤーではなかった。そんなことは一言も言ってませんが。シゲのコーチに教えてもらってて。そうやね、J リーグの掟で亜生は記憶に残るほどない。あれ、すごいきっちりした人いますね。うわ、本当だ。女王の教室の、女王の教室、天海祐希さんみたいな。もう15年前だよ。きっちりされた方です。学生時代では何されてたんですか。学生時代は大学からサッカーを。あ、サッカー。はい、4年間だけですけど。勝手にこんなビジネス化しながらボールが4年間やっても浮かなかったので。嘘でしょ。諦めて、はい、サッカーを支える方の仕事をしようということで、今こちらにいます。オールトラフォード、これ何なんですか。これはこれはプレミアリーグのマンチェスターのホームスタジアムの前になって、全部の会議室が全世界のスタジアムの名前になってます。あ、そうなんですか。ホーム会議室でアンフィールド。うわ、ロンドンの好きやな、ミキ。では社内の打ち合わせをします。ユースと話してます。はいはい、大会に派遣する、教えたユースか。ユース若手の、分かってる。そう、若手の大会の話なんだ。どういう大会なんですか。歴史的には1975年から行われている世界で一番大きなユースの大会でして、
そこに出るか出えへんかみたいな。初めて参加するようになって以来に参加をしていると。で過去のこの出場した選手はプロの私はこれだけで、今5万人のプロとして活躍しているところですよね。ロシアダブルの中に5万人ぐらい。5万人の若い世代としては非常に貴重な経験だと思います。今回その5シアカップに出場するのは、はい、そどこのチームなんですか。FC 東京です。FC 東京。はい。なぜ FC 東京のユースが選ばれたんですか。クラブのアカデミーを、から出てきた出身の選手でプロの選手を輩出した実績とその選手たちが実際にどれぐらい出てるかという試合の出場時間、これを合わせて算出をして決めています。 FC 東京さんがいやなんかあの人アス構成みたいなアカデミーっていうのはクラブチームあのアカデミーを保有しなきゃいけないと、はい、いうようなあのいわゆる G リーグのライセンス制度がございまして、はい、でその中で各チームアカデミーの上は18歳以下いわゆる高校生チームユースチームそしてジュニアユースチームアンダー15ですよね15歳以下そしてあの12歳小学生のいわゆるまあサッカースクールっていうでそれで選手育成をしているとこれアカデミーを持つなんか意味というか意味合いが大きいんですかそのアカデミーで育った選手が将来そのチームのトップチームで活躍すると仕事の選手が育っていけば応援に行くだろうし親近感も生まれるし若い子供たちに夢を希望を与えながらその町に貢献していくっていうのがこっちへ行くとつながりじゃないでしょうかね。アカデミー出身の選手は例えばどんな選手がいるんですか。それこそあの僕もね堂安とか富安さんだって本当にいろいろとね私堂安と顔似てると思うんだけどやめろ似てないはず女堂安FC 東京さんってなんか取材とか行けたりするの？これについてはいいんじゃないですか。マジ？ぜひ行ってください。行ってあげてください。はい。あ、いいですか？はい。ぜひぜひ。あの人って言わせて大丈夫か？綺麗な夕日ですね。小平。ここにあるんだ。なあ。こちらが FC 東京さん。こんな感じなんやね。うわちょっとドキドキすんな。ね。うわカラーがもう。うわあんな十八。この間見に行ったとこは俺 FC 東京。マジ。オーンでか。オーンでかいとかいらんの。まずそこちゃうやろ。選手が練習に来ました。何人ぐらいいらっしゃるんですか選手って。一学年15人前後で、はい、合計40。今年は4です。よりやっぱり個人にスタッフが目を向けるように女子生でトップのルヴァンカップにメンバー入りした子も一緒になって練習っていう状況で本当クラブとしてトップからアカデミーまで男性持って選手を触れるっていうのもやっぱチェークラブの強みかなあとこっちに一人中学生いるんですけどユースの方の、はい、練習参加をずっとさせてるようにで彼はかっこいいねかっこいいね同じ中学にこんな子いたらなめっちゃかっこよくないかっこええなこうなりたかった全員がこれには何の練習だったフィジカルコーチが来てよりスポットスポットで入るようになってより体の機能をアップさせるっていうところで体の練習のやっぱ基準がそこはやっぱ部活の場所これはもう GPS で自分の走行距離とかスプリント数とかが測れる機械を取ってもらってました。GPS つけてる。はい。そのスプリント数とか走行距離とか走行距離に対してのスプリント数の割合。5キロ。スプリント数ゼロです。スプリングゼロはどうなんですか。いや、良くないです。良くないね。ダッシュした回数ってこと。そうそう。最近は結構スプリント回数大事って、ね、こういうのデータで見て、あ、こいつめちゃくちゃ動けてるなとか、効率的に。はぁ。ひいきできないんで、もうデータで。そう。筋肉食堂。出た、筋肉食堂。何それ。これ何ですか。え、知らない。おかずとご飯、一段ずつ。お弁当。宮下パンです。遊園地だって。筋肉食堂さんがユースさんのお弁当を提供されているというか、はい、運動とプラス成長に必要な量をしっかり取らせる、取ってほしい栄養素をなるべく盛り込んでいるっていうお弁当になります。そうや、ランチョンマット、ランチョンマットです。テーブル汚れないように。ご飯の量結構多くないですか。
これ600あります、ご飯だけ。600? 結構厳しいですけど、もう自己結構長いってなりましたね、だいぶ。暖かくて美味しいです。暖かくて美味しい。練習の後にすぐ食べれるっていうのは、まあ、すごいいい環境だ。いいな、いい環境や。確かに、ありがたい。練習後に、ね、30分以内でもタンパク質とかいっぱい食べると、疲労回復とか、筋肉としてもいろんなことにメリットがある。すごいいい髪型してますね。パーマかけてるの？いや、地毛です。おしゃれですね。家から高校までが遠いんで、ね、結構大変なんですけど、1時間20分とか。あ、結構かかります。それでもやっぱりニュースに通う、はい、周りのレベルが高いのが一番で、ね、うん、常に刺激をもらえるかっていうのが一番いいかなと思います。一番の大きな目標は日本代表でワールドカップで優勝する。いや、頑張ってほしいね。ほんま将来見たいわ。えっく、すげえ本気でトップ目指す人しかいない環境。テレ東どっからかお金が出てるの？怖いな。怖いね。過酷やな。でもトップチームと近いので距離はチャンスがあればまっすぐ練習参加できる。あ、まあ、極量そこで練習してるんです。あ、もう横で土日とか見れる。長友先生、1000人ぐらいのセレクションがあったりとか YouTube で、引っ張るの。なんで俺らも YouTube で見なあかんの。見るけど、見るけどやな。見るけどやな。見してくれよ、ここで。